今回は少し進展があったものの、後半はグラグラしすぎたので、もう都市伝説番組からネタをご用意しておりますので、最後までお付き合いいただけたら幸いです。この巨大像は、今は関係ないようですね。楽しみの面をゲットしました。これで、あの扉を通ることができるようになりましたね。あの苦戦して手に入れた面が、やっと実りました。一応、回収しておきましょうね。では、オープンザドア。やっと、目隠しの面をゲットしました。すいません。シャッターチャンスを逃してしまいました。間違いだったのかもしれない。この屋敷に住むことも。怒りの面は回収しなくても怪奇現象で元に戻るシステムのようですね。
一応セーブしておきますね。アイテムはもうないですね。回復アイテムが欲しいです。まだコントローラーがブルブルしてるんですよね。この辺りだとは思うのですが、おや、幽霊が出現しましたね。鏡石が割れてしまいましたね。この後、主はやり直せばよかったと死ぬほど後悔します。あれ？間違えました。こっちじゃないですね。震源地はゲーム内です。ご安心ください。この後主はこの上書きセーブを死ぬほど後悔します。アイテムを探しても何もありませんよ。諦めて先へ進んでください。さて、いよいよです。地獄の扉をオープンしたのは、
の鏡石があれば、と、航海先に立たる状態ですね。あんなに広くても苦戦したのに、こんな場所で勝てるわけがないですよね。今回は怪談話ではないのですが、都市伝説を紹介する某テレビ番組より面白いネタがありましたので紹介したいと思います。まずこの8つの中から1つだけ選んで頭に思い浮かべてください。スキー、花水、コップ、温泉、ゴミ箱、コーヒー、梅雨、お土産。では、次です。選んだものと関係あるものを、次の8つから選んでください。電卓、雪、針、ティッシュ、米、まんじゅう、牛乳、電話。では、次です。頭に思い浮かべたものの、特徴を一つ選んでください。大きい、遅い、白い、鈍い、暗い、甘い、赤い、狭い。では、最後です。選んだ特徴に当てはまるものを、一つ選んでください。ナイス。ピラミッド、砂糖、カメ、犬小屋、宇宙、深海。さて、あなたが最後に選んだものを、私が当ててみましょう。あなたが選んだのは、砂糖、ですね。もし、当たっていたら、チャンネル登録をしていただければ幸いです。まだ、ぐらぐら戦っております。今のは、ラッキーでしたね。さっきのもラッキーなはずですよ。ああ、本当に鏡石が残念すぎる。しかもこんなシャッターチャンスな時にコントローラーが殴るなんて。コントローラーが悪いのか、怪奇現象なのか、どちらにしても改善せねば。
から、今回のトレラからここまでです。ご視聴ありがとうございました。